味っていうところでは誰にも負けない会社を作ろうとは思ってます。飯塚市で評判のラーメン店西洋軒、サイドメニューの鉄板焼きのタレが大人気に。ならばと創業を決意。その名はサンダイナー食品株式会社。今では当たり前な焼肉のタレですけれども、その時はもう全然売るっていう会社さんいなかったんで、もうずっと仕事してたって言ってました。最初の5年ぐらいですかね。焼肉のタレは多くのファンを獲得。ドレッシングや味塩などバリエーションも増加。しかし令和になると創業者は身を引き、孫の和正さんが引き継ぐことに。大学4年生の春の時に呼ばれまして、まさか自分がなるのかっていうのを、そういう驚きすぎるとこうリアクションが取れないというか。一度は断るも2年後に戻り事業継承を始める。全て手探り、不安な日々が続いた。そんなに人を束ねれるのかとか、人がついてきてくれるんだろうかとか、背負える自信もなく、まずはこう風通しのいい社風を作ろうということで、こう笑顔があふれる会社にしようということを目標に最初は頑張りました。3年かけて工場の全ての作業を覚えた。転機は取引先でかけられた一言。肉屋さんでこれいいねって言われたので、社員さんも前向きになってこう意見とかこう言ってくれるようになったので、なんかやっとこう認められたというか、なんかこれからもこうみんなを支えていかないといけないなって思いました。正解がわからない中、必死で掴んだ新しい道。そして販路は海外に広がっていく。アメリカ、パラオ、サイパン、ドバイと。飯塚のこの片田舎でまさか作ってるものがこう世界で美味しいって言ってくれるのが、なんかこれはまたやる気が起きたっていう。九州の元気を応援します。西日本シティ銀行。